私の名前は亀田理恵、普通の大学生だ。勉強も大変だけど、やっぱり友達と遊んだりバイトしたりするのも楽しい。理恵、大学終わったら買い物しに行こうよ。うん。そんな時、知り合いから年上の男性を紹介された。サークルの OB で今は大手企業で働いているとか。飲み会で会ったら感じのいい人で、何回かデートを重ねてお付き合いすることに。名前はひとし。お母さんとお姉さんと暮らしているらしい。親が結婚結婚うるさくてさ。そうだよね。結構焦っているようなことをアピールしていたので、私もまさかこのまま結婚なんて思ったりもした。付き合ってから2ヶ月ほど経ったある日、夜に突然彼に呼び出された。どうしたの、いきなり。深夜の喫茶店に今すぐ来てくれなんて言うものだから、何かあったのかと緊張してしまった。あのさ、母さんが事故に遭ったから結婚してほしいんだ。え？謎のプロポーズだった。最初はてっきり事故で危篤状態になってしまい、最後に安心させてあげたいみたいなドラマ的なことかと思った。お母さん大丈夫なの？ああ、一命は取り留めたよ。そうなんだ。え？でも事故に遭ったから結婚してってどういうこと？母さん、これから一生車椅子で生活しなきゃいけないんだよ。うん、それがどうして結婚に関係あるの？だからその介護をしてほしいんだよ。家事もしてくれる人がいなくなるし、だから今すぐ嫁に来てほしいの。わかるだろそれぐらい。まるで私が分かってないなぁみたいに言うからびっくりしてしまった。大変だけど愛があれば乗り越えられるよ、君にならできるみたいなことも言ってた。信じられない。介護と家事をしてほしいから結婚してくれなんて。私は就職活動が始まり、希望職種に内定が決まったところだった。喫茶店の私たちの席の近くにあったテレビでガキツカの再放送をやっていた。彼が、ね、結婚しようよって改めて言った直後のタイミングで、浜ちゃんが、なんでやねんと突っ込んでいる。まんま私の気持ちだったからびっくりして、そうそうって言ってしまった。え、どういうこと？と彼は聞いてきた。あ、ごめん、2ヶ月ぐらいの付き合いで一生を決めるようなことできません、別れて。はっきり拒否してそのまま別れを告げた。そんな、俺たち本当に困ってるのに。私を母親の代わりにするのは結婚じゃないし、介護やれなんておかしいよ。なんて薄情なんだ君は。俺のこと好きなんだろ？そしたら俺の家族だって大切にできるはずだ。もしかしたら今から何年も付き合ってる間に母親の介護を海外しくやっている彼の姿を見て、いい人だなぁと惚れ直すみたいな可能性もあったかもしれないけど、介護前提で結婚するのは違うよ。なんだよ。じゃあ別れるって言うんだな。うん、別れるって言ったじゃん。彼は結婚という言葉を出せば私が大喜びすると思っていたようだ。確かにちょっと期待はしてたけどね。冷静に考えたら、介護のために結婚してくれってないわ。じゃあ帰るね。これコーヒー代。待ってくれよ。本当に困ってるんだ。頼るべきは私じゃないよ。ご兄弟とか親戚とか、役所にも相談するところがあるから行ってみなよ。テーブルにお金だけ置いて、私は去った。まさかこんな人だったなんて。2ヶ月は勉強期間だったと思うしかなかった。がしかし、面倒なのはここからだった。数日後、知らない番号から電話がかかってきたのだ。誰だろう。もしもし？もしもし？あなた理恵さん？私ひとしの姉です。え？お姉さん？どうやら彼が勝手に電話番号を教えたらしい。にしても、もう赤の他人だ。なぜ電話が来たのかわからずにいる私に、早口でまくし立ててきた。弟と結婚するつもりだったんでしょ？なら早くうちに来て同居して。今更結婚しないなんて聞かないわよ。結婚するつもりって、2ヶ月しか付き合ってなくて
いきなり母親の介護があるから結婚してって言われたから断ったんですけど。もう結婚する前提で付き合ってたって弟は言ってたわよ。早く来てお母さんの介護してよ。家事だって溜まってるの。何言ってるんですか。身勝手すぎて呆れた。別れている弟の元彼女に、結婚しろ、同居だ、介護しに来い、なんて非常識にも程がある。ご自分が何を言ってるか分かってますか。私はひとしともう別れてるんですよ。ひとしは別れてないって言ってるわ。あなたが勝手にそう思い込んでるだけでしょ。早く来なさい、みんな困ってるの。話が通じない相手って本当にいるんだと背筋が寒くなってきた。まともに相手をしてはいけない気がした。とにかく関係ありません。もう連絡してこないでください。あ、ちょっと。怖くなりすぐに電話を切って着信拒否に。ひとしたち家族の中では私が介護や家事をやるのが当然になっているのだ。相手は私の家を知らないし、これで大丈夫だろうと安心していた。けれど、ひとしのお姉さんはなんと大学までやってきたらしい。リエって子の就職先を教えてほしいんだけど、内定もらってるんでしょ。誰ですか、あなたは。知り合いだとしても守秘義務で教えませんよ。いいから教えなさいよ。あの子はうちの嫁になる子なの。就職なんかしたら介護も家事もできないじゃない。私が内定自体の電話するから、早く教えて。なんなんですか、あなた。大学の事務室でギャンギャン騒いで、結局警察を呼ばれたらしい。その日私は休校だったのでキャンパスにはいなかった。後から職員さんから聞いて恐ろしくなってしまう。勝手に内定を辞退するって電話する親御さんはいるらしいけど、まるで赤の他人なんでしょ。怖いから警察にも相談しに行きましょうか。親身になってくれた事務の人と一緒に警察へ。ついでにゼミの教授も話を聞いてくれた。対応してくれたのは優しい女性警察官だった。相談したって記録は大事だからきちんと話してね。彼と2ヶ月だけ付き合ったこと、彼の母親が事故に遭い、それで結婚してくれと言われたこと、すべて話すと警察の人も苦笑いしていた。この手のやからはまた来そうですね。大学周辺とリエさんの家の周りをパトロールします。ありがとうございます。結構大学校内でも話題になっていたらしい。同じサークルの友達、その OB にまで伝わり、紹介してくれた人が謝ってくるほどだった。ごめんなさいね、あんな家だったなんて知らなかったの。いえいえ、私もああだとは予想ができませんでしたので。結婚してから変わる男の人はよくいるというし、逆に事故をきっかけに本性が分かってよかったと思う。問題はお姉さんだ。彼女もバリバリ働いていて、なおさら介護なんてやりたくないのだろうと OB のルミさんは言っていた。内定した企業には知られないように気を配っていたが、ついに知られてしまうことに。 OB、 サークルの後輩などに聞きまくっていたらしい。私は会社の採用担当の方から電話が来て知った。内定を辞退するってお姉さんを名乗る方から来たんだけど、一応確認で。え、そんなのするわけないです。辞退なんてしません。ですよね。なんかおかしいと思いまして。よかったです。それとお話があるのですが。え？今回のことを心配してくれた担当者さんがあることを提案してくれた。次の金曜の夜、貸し会議室のような場所に呼び出されていくと、採用担当者さんと弁護士さんがいた。電話をしてきた彼女がこれから来ますから、座っているだけでいいですからね。はい。どうやら彼女のお姉さんを呼び出したらしい。10分ほどして弟と共にやってきた。どういうつもり？何この人たち。ほら、早く姉さんに謝ってくれよ。母さんも待ってるぞ。私だけを見てニヤニヤ。弁護士さんや担当者さんはただの身内と思っているのか。これどうぞ。は？名刺？え？それを受け取った途端、お姉さんの顔が真っ青になる。そう、私が内定をもらった会社は彼のお姉さん、
そして彼がそれぞれ勤めている会社の親会社だったからだ。あなたは親会社に電話してきたことを分かっていますか？人事に文句をつけて。いや、違くて。すでにあなたたちの上司にも確認を取っています。うちが得た新人の内定を辞退するなんて非常識にも程がありますよ。途端二人は土下座をしてきた。すみません、本当にうちは困ってて。介護する人がいなくて。介護の義務実施のみです。つまり結婚していてもあなた方がやるしかないんですよ。赤の他人に迷惑行為をかけたのですから、きちんと責任は取ってもらいましょう。どうやら親会社の顧問弁護士らしかった。私が口を挟む暇もなく進んでいく。もともとひとしお姉さんは問題がある子会社の社員だったみたい。私のことを聞きつけ、これを機に子会社の風紀を改めるつもりだったらしい。そうだよね、たかだか内定をもらった大学生のためにここまでするわけないだろう。よろしてください。その後ひとしの子会社は親会社からこっぴどく怒られ、責任を取って彼は窓際に追いやられた。上層部に嫌われたみたいで絶対に出世することもないという。お姉さんの方も同じだった。内定自体の電話を勝手にかけたの罪は重く懲戒解雇になった。なのでお姉さんが親御さんの介護そして家事をし始めた様子だが、辛すぎて毎日喧嘩ばかりで家は荒れ果てているという。あんたがお母さんの面倒を見なさいよ、私ばっかり。俺は仕事があるんだよ。私の方に助けてくれ、お前しかいない、介護なんて無理だなんてメールが来るが、その度弁護士さんに連絡して注意をしてもらった。私のところにも連絡来たわよ、誰でもいいから結婚して介護してくれってね。最低よ。OB 後輩の女の子に結婚を迫ってみんなから着信拒否をされていることも後から OB から知った。彼のお父さんの方は離婚していなかったみたい。なおさら兄弟力を合わせていかないとダメだろう。私の方はようやく元の生活が戻ってきた。心配していた教授や事務員さんに事の顛末を話すとほっとした顔を見せてくれた。これだけのことをしてもらったから就職したらバリバリ働こうっと。たかだか内定しただけの大学生を助けてくれたのだ。内定先の会社には本当に感謝しかない。きちんと恩を返せる日を夢見て今日も私は勉学に励んでいる。ご視聴ありがとうございました。また見てね。